ゲディミナスキルキラスは、リトアニアの政治家。リトアニアソビエト社会主義共和国下の首都ビリニウスに生まれた。兵役を終えると、1972年から78年にかけて、教会やベル系宮殿で、金メッキなどの修復に携わった。1978年から82年にかけて、政治学の学校に通い、卒業後は、リトアニア共産党に入党。 様々な党職を務めた。アルゲルダス・ブラザウスカスが党書記になると報道官に就任した。1990年5月11日の独立宣言後、キルキラスは1992年、1996年、2000年、2004年、2008年、2012年と6期続けて、リトアニア社会民主党からセーマス議員に当選した。2004年12月7日には、 国防省に就任した。2006年7月4日、国会議員の推薦人集めができなかったジグマンタス、バルチーティス暫定首相に代わり、首相に任命された。2008年リトアニア議会選挙で、社会民主党が敗北し首相を退陣、祖国同盟のアンドリュス・クビリュスが公認についた。2012年に、社会民主党が、 与党に返り咲くと、キルキラスは、セイマス副議長に就任した。2017年、LSDP のギンタータスパルツカス党首らが、社会民主党の連立からの離脱を決定すると、キルキラスは、同党を離党した。翌年、キルキラスらを中心に、リトアニア社会民主労働党が決闘され、キルキラスはその党首に就任した。2004年、彼は、 ビリニュース大学国際ビジネススクールから MBA を授かった。2008年7月1日、アメリカのロバート・ゲイツ国防長官と2007年にはエコノミスト氏から少数政権はすべてにおいて期待を上回っているとして縁の下の力持ちと称賛された。ありがとうございます。